連中にとっても最後の砦だからな。予想はしていたが油断するなよ。あいつら探す手間が省けたな。みんな今までよく戦ってくれた。これが最後の作戦になるだろう。いつも通り最新の注意を払っていくぞ。はい。うーす。当然だ。今日で最後ということは無論知っていますね。あなた方はシャドウが災いを招くから倒すのだと言った。しかし命は日々無数に死んでいく。シャドウなどいなくてもね。ペルソナ能力そのものは悪ではない。否定する理由などありません。本当は分かっているんでしょう。あなた方は影時間を消したいわけじゃない。そうすることで自分の中の何かを消した気になりたいだけなのですよ。本当に愚かな人たちだ。影時間を消すということはあなた方自身を消す行為に等しい。そんなことにすら想像が及ばないとは本当に愚かしすぎて嫌になります。やはり私とあなた方とではわずかほども交わっていないようです。ではジン。こんなしょうもない連中見とられへん。互いの力と運命とが残るべきものを決めるでしょう。来なさい。とも本気のようです。どうか負けないで。了解。分析してみます。少し時間をください。ペルソナ、光には耐性があるようです。注意してください。了解。分析してみます。少し時間をください。炎は効きませんね。アギ系は厳禁です。さあ断罪の時間です。愚か者に死の政治を。なんとかは死なな治らんさかいな。ほれ、ペルソナ、
けはありません。だが、ええ具合に体温まってきたわ。ほなガチで行くで。それがこうも厄介と。この力、どうやら認識を改める必要があります。追い込まれたのは初めてや。まあどないしてくれようかの。ほれやるわ。覚悟。
も運。ペルソナ！覚悟！与えられたわしらは自ら目覚めよったもんには語れへんのか。与えられた？わしらは自然に目覚めたわけやない。体を矯正しとかんと力が保たれへん。お前らの死んだ仲間が持っとったやろ。神事の薬、出どころはお前らか。お前ら、影時間が消えるっちゅう意味よう考えとるんやろな。影時間になんか体験しても普通のもんは記憶から消えてまうけど、影時間そのものが消えてもうたら、わしらペルソナ使いかて。ジン、もういいのです。さて、普通はこの辺りが潮時でしょうかね。しかしそうもいきません。時の限られたこの体、力を失ってまで生きながらえるなど無意味。ならば私の生きた証、この地に立てるのみ。タカヤ、何をするのです。破れかぶれはあかん。ジン、すみません。でもこれはあなたが言うてくれた言葉です。お前らの勝ちや。行ってシャドウを倒したらええ。お前らの戦いが何やったんか、それで全部わかるやろ。おい、ちょっと待て。まさか飛び降りおってんじゃ。捕まって恥さらすんは死んでもごめんや。よう見とけ、わしらの生き様。あの二人、バカ野郎。気にするな、自分から選んだ末路だ。まだ作戦は終わっていないぞ。ここからが本当の相手だ。今はそれに集中してくれ。いいな。
私も全力でバックアップします。皆さんどうかお気をつけて。あの浮いてるのがシャドウの本体だと思うんですが、あんなところにいられちゃ攻撃が届きませんね。少しだけ待ってください。ちょっと調べてみます。了解、分析してみます。少し時間をください。感じます。もしかしたら上にいる本体と何か関係してるのかもしれません。ダメージが深刻です。
起動。頑張って。
ぞ。
Yeah.
ります。時間であります。作戦終了と言いますか、任務完了でありますね。ああ、終わったな。こういう場合、現場リーダーのとっさの一言が必要かと思います。勝利宣言をお願いするであります。せーの、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れっす。お疲れ様です。ところで霧城先輩、明日の夜は祝勝会するんすよね。なんだ気が早いな。もちろんその予定だが、どうした？そのうまい寿司とか食いたいな、なんつって。寿司か、いつ以来かな。俺はヒラメだ、あとウニも予約だ。あ、じゃあ私中トロ。言わないとダメ？じゃあいくら予約で？ちょ、待ってよ、予約とかっておかしいだろ。私は大トロ、マグロ、エビ、イカ、ホタテ、鉄火、あとアナゴも確保であります。取りすぎだー。つかお前は食わなくてもいいだろうが。醜い争いだ。霧城先輩、一応卵も頼みます。寿司屋の実力は卵でわかるって言うから。寿司屋の実力？ったく、子供のくせに可愛くないな。わかったわかった。それじゃあ明日は特上品を運ばせよう。マジっすか、はあ、これまで生きてきてよかった。順平は残ったかんぴょう巻きね。あ、まだ続いてんのかそれ。てかかんぴょうをバカにすんな。この景色ももう見納めなんだな。忌まわしいと思ったことしかないが、不思議と名残惜しい気持ちになる。そうだな。守ったんですよね、私たち。ああ、私たちのすべきことをちゃんと果たしたんだ。たとえ誰かの記憶に残らなくてもな。はい。おはよう。こうして日の出てる時間に会うの初めてだね。いい天気だね。今朝は本当の意味で新しい朝だ。君にとっても、そして僕にとってもね。今まで集まってきた記憶のかけら、ついに全部つながったんだ。僕は僕自身の役割がはっきりわかった。来たるべき時の訪れだ。本当は辛いことだけど、でも言うよ、お別れしなきゃ。君と、今だからわかる。君と友達になれたことは、僕にとって奇跡みたいなものなんだ。でも奇跡は永遠には続かない。永遠だったらいいんだけどね。かもしれない。確かに永遠なんて、たとえあっても誰もそうだと確かめられない。そんなのないのと同じかもね。君と会えたことは、僕の宝物だ。たとえ今日が最後になっても、絆が僕らをいつでもつないでる。忘れないで。Thank you.
今まで楽しかった。じゃあね。特上の寿司か。ネタでか。腹減った。早く食いたいけどまだかな。そういえばアイギスさんは、いくつきさんも見かけませんけど。アイギスなら細かい調子がどうとかでラボへ出てる。いくつきさんはその付き添いだ。後から合流するらしい。こんな時でもラボに行っちゃうなんて、本当理事長好きですよね。いらしたようで。お待ちしていました。終わったのだな、つい。はい。誰ですか。見りゃわかんだろう。霧城先輩のパパ上様だよ。そっくりじゃん。そっくり。皆も本当によくやってくれた。言葉もない。誰にも知られず称えるものもない勝利だが、これは紛れもなく偉大な功績だ。ありがとうございます。感謝している。よく最後まで力を貸してくれた。ありがとう。あ、いえ、そんな。全ての元凶であった12のシャドウは君らの活躍によって滅んだ。これ以上は何も背負う必要はない。君らには若さの本分を謳歌する権利がある。今夜24時をもってこの特別課外活動部は解散となるだろう。解散。そうか。戦いに身を投じる必要はもうない。明日からは大手を振ってごく普通の学生生活に戻ってくれたまえ。どうした。さあ楽にしていいぞ。せっかく取ったものもある。遠慮しないで手をつけてくれ。やった、ようやくだ。はい、注目。お腹も膨れたところで記念写真撮りたいと思います。写真？本当は昨日現場で撮ろうと思ってたんすけどね。でも影時間だってすっかり忘れてて見事に使えませんでした。現場でってお前戦いに持って行ったのか。そうっすよ。だって最後って分かってたわけっしょ。すいません、そこの SP さん、これお願いできます。もうどっかの観光客かっての。でもまあ写真ちょっと欲しいかも。ああ、いくつきさんとアイギスまだだっけ。まあたらまた取りゃいっか。よし、じゃ取るんで集まってください。ほら、もっと寄って寄って、もっと俺にくっついて。俺もか。あ、いえ、真田先輩は。もう黒服の人困ってんじゃん。あ、いいです、適当に取っちゃってください。ザッツ決めポーズ。おい、手をどけろ。まともに映ってなくね。あ、アイギスたち来たらもう一回撮りますからね。わかったわかった。こういう砕けた祝い方もなかなかいいものだね。コロちゃんもお肉いっぱいもらえて嬉しいね。
なんだよみんな、もう食わねえの？あんたよく入るね。私もこのくらいで、もうお腹いっぱいだし。先輩たちは？今はもういい。あ、そうっすか。コロマル、食う？犬に生物やんなっつうの。お腹壊すでしょ。アイギスと行く月さん、遅いな。もうすぐ0時だな。だよこれ。黒服の人、象徴化してる。影時間がまた？霧城先輩、これ一体？わからない。私にも。可能性がゼロじゃないとは思ってたかな。全部が終わったって実感、あまりなかったですよね。そんな。ちょっとなんか聞こえない？これ鐘の音？どっから？行く月はどこにいる？なぜ何も言ってこない？アイギスを連れたまま何の理由で遅れているのだ？ミツル、みんな出撃の準備だ。タルタロスへ向かう。あの、一体何が？まだわからない。だが鐘の音はタルタロスからだ。何が起きているかを確かめに向かう。イクツキさん。アイギス？あんたどうしてここに？彼女は役目に従ってここにいるだけだよ。兵器としての役目にね。え？イクツキさん、これどういうことなんすか？あなたは12のシャドウを全て倒せば、影時間もタルタロスも消えると言った。そのために俺たちは戦ってきたはずです。なのにこれは？目的は何ですか？12のシャドウを倒せば、影時間が消えるというのは偽りだった。最初から知っていたな。さすがだね、霧城君。けど、ちょっと気づくのが遅かったね。そんな、騙してたってこと？全て思惑通りさ。影時間もタルタロスも不良の事態で消えなかったわけじゃない。消えるはずがないのさ。何しろ今までの戦いはそんなこととは逆の行いだったんだからね。逆って？12のシャドウは破片、もともとは一つになるべきものだった。しかし君たちが全てに接触したことで、それらは再び一つに合わさったんだ。間もなく蘇る滅びを呼ぶもの、デスと呼ばれた究極の存在がね。デス？何を言ってるんです？一体どういうつもりなんだ？絶望に満ちたこの世界に全ての終わりが来るのさ。全ての死、しかしそれは全ての始まりでもある。何言ってんの？この人正気？10年前、僕も研究者として計画に携わっていたんだよ。実験は暴走したが、影時間やタルタロスはそのせいで生まれたわけじゃない。あれこそシャドウの力の正しい現れなのさ。だから先代は集めたんだ。滅びを得るためにね。滅びを得るため？人は世界を満たし尽くし、真っ平らな虚無の王国にしてしまった。もはや滅びによってしか救われない。予言書に曰く、滅びは王子の手により導かれる。そして王子は全てに救いを与えた後、王となって新世界に君臨する。10年前に試みた男は確信を知らなかった。しかし時を経て、ついに僕が王子となる。狂ってる。マジで言ってんのか？まあ嘘をついていたことは謝る。でも君たちは未来のためになることをした。あと少し黙って僕についてくれば、君たちも救済を得られる。死ぬのが救済？ちょっと聞きたいんだけど。なんだい？10年前の父さんの記録、
飛び散ったシャドウを倒せっていうあれも嘘だったってこと？ああ、あの記録は実際に本人が残していたものさ。もっとも意に沿わない下りには手を加えたけどね。改ざんしたのか？そういう言い方は良くないな。君の父上武場栄一郎氏は実に有能な科学者だった。主任だった彼は当時の若い僕など知らなかったろうけど、私は尊敬していたよ。ほとんどの研究者がシャドウの能力だけを見てた中、彼は滅びについて熱心に研究したようだ。でも惜しいことに彼は滅びの素晴らしさまでは理解できなかったようでね。何それ？あれは命と引き換えに残された記録だったらしいね。役に立ったんだからよかったじゃないか。全部利用してたってことだよね。父さんのことも私も。利用なんて言わないでくれよ。世界のためなんだ。しょうがないだろう。私たちの役目は残された過ちを正すことだ。私はそれを遂行する。先輩、それって。まったく単純で理解力に欠ける行動だね。まあ子供なんだし仕方ないか。アイギス、さあお前の役目を果たす時だ。彼らを捕らえ滅びへの生贄とせよ。了解しました。出力最大。アイギス、どうしちゃったの？アイギス、ねえ。行きます。なんだこりゃ。なにこれ。くそ、外れない。お父様。美月、これは何の真似だ。見ての通りですよ。彼らには滅びの先駆けとして生贄となってもらう。これで予言書に示された段取りは全て完了だ。なんだと。てめえふざけんなよ。やれやれ騒がしいね。アイギス、ご当主に照準を合わせろ。はい。お父様。貴様、正気か。もちろん。思えば先代も不幸な方だ。何を求めていたのか。世継ぎのあなたは10年経ってもまだ理解できない。父は間違っていたのだ。死が人の救いだなど継ぐべき思想ではない。愚かな。あなたはもう邪魔なだけだ。アイギス、一足先にご当主に与えて差し上げろ、栄えある救いを。やめろ、やめてくれアイギス。何をしているアイギス。私は私がやる。10年だ。10年を無意にしたんだ。先代の時とは違う。今度こそいかなる例外も許さない。
アイギス、生贄どもを処刑しろ。終わりにしてやる。アイギス、まだ目覚まさねえ気か。やるんだアイギス。これは、アイギス、おのれ、出来損ないの人形が。そっちにも味方はいないぞ。おまけにその怪我、これまでだな、理事ちゃん。なぜわからない。今の世界で希望や生きる意味を探し出すなんてもう無理なんだよ。こんな世界はやり直さなきゃダメなんだ。すごい、すごいぞ。私は次の世界の王になれる。もう少しだった。以前お父様は言っていた。私たちの代にまでリスクを負わせた責任は命に代えても果たすと。でも私はお父様に生きていてほしかった。私はこの人を守りたくてペルソナ使いになったのに。枯れちゃいましたね。まあ当然だろうな。アイギスもいないし。正直もう何が何だか。新聞やニュースはもう盛んに騒いでますね。霧城グループ総帥急逝、病死ってことになってましたけど。あ、いつも事実とは違う。霧城先輩さすがにいないっすね。一人娘だからな。葬儀から後継問題まで全てで矢面に立たされる。向こう1週間くらいは強行軍だな。なんかそれきつそう。大丈夫かな。俺らこれからどうしたらいいんすかね。つか千鳥とかどうなるんすか。どうもこうも一切通達なしだ。それどころじゃないんだろ。本音はおそらくグループの内部でもどうしたらいいかわからないんだ。ア
いキス大丈夫だといいな。ああ、んだよ、どんなこと言ってくんのかと思えば放置かよ。いいのか大人がそんなんで。ミツルが宗家に行ってるからな。その影響もあるかもしれない。そっか。けどこれからどうします？影時間を消すどころか手がかりもゼロ。それらしい敵ももういないし。あの人の言ってた滅びって何のことだったんだろう。もし僕らがあのまま生贄になってたら何が起きたんでしょうか。わからないことだらけね。でもまあ悩んでても始まんないっしょ。状況とか今はわかんねえんだし。そうだな。ただ一つ確かなことがある。タルタロスはまだあって、あそこにはまだシャドウがいるんだ。何が起きてもいいように力は鍛えておく必要がある。はい。それじゃあ今夜は解散だ。ゆっくり休めよ。眠れなくてもな。わかりました。うーす。あ、そうだゆかりちゃん。ん？何これ、ディスク？あのね、理事長の私物のハードに映像が残ってて、ほとんど消されかかってたけど、なんとか復元してみたの。きっとゆかりちゃんの大切なものだと思う。ありがとう。後で見てみるね。うん、必ず見てね。これ DVD？ 再生はっと。あ、映った。この記録が心ある人の目に触れることを願います。これってあの時の。後藤氏は忌まわしい思想に見入られ変わってしまった。この実験は行われるべきじゃなかった。だから私は強引に実験を中断した。しかしそのせいで飛散したシャドウが後世に悪影響を及ぼすのは間違いないだろう。でもこうしなければ世界の全てが今破滅したかもしれない。頼む、よく聞いてほしい。くれぐれも警告しておく。散ったシャドウに触れてはいけない。え、これ、この研究私は止めることができなかった。悪魔に見入られた後藤氏の耳に私ごときの言葉は届かなかった。あれらは互いを食い合い一つになろうとする。そしてそうなればもう全てが終わりだ。もう一度言う、散ったシャドウには触れてはならない。これ本当の記録？いくつきがいじる前の本当の。父さん実験を止めようとしてたんだ。僕はもう助からないでしょう。最後に一つだけ、これを見たどなたかが娘にゆかりに会うことがあったら伝えてほしい。帰るって約束したのにこんなことになってすまない。でも父さんはお前と一緒に過ごせてこの世の誰より幸せだった。お父さん、愛してるよゆかり。どうか元気でいてほしい。無駄じゃなかった。信じてたこと無駄じゃなかった。私は元気だからさ、ずいぶんかかっちゃったけど、メッセージちゃんと受け取ったよ。何とかしてみるよ。それでいいよね、父さん。